おはようございます、リコー TV です。本日の動画はね、まあ、これブラッドスタイルね、先日もこのリップをつけてテールを取ったバージョンでね、いい釣りができたよなんて動画作ったんですけども、その後もね依然釣れ続いているんで、まずはこちらをご覧ください。バチ開いた？おっしゃ、よしよしよし、よいしょ。ちょっとねビッグベイトな、小さいビッグベイトに反応が良かったから、ちょっとビッグベイトのサイズ上げてブラッドスタイルに変えたら速攻ね、テールなしリップありバージョン、最近ハマってるやつ。はい、イエイ、ブラッドスタイル。はい、というわけでね、まあいつもまあよくね、まあ近いんでね、で魚もよく釣れるんで行くポイントなんですけども、そこでね、これがね最近すごいね魚からのねバイトをいっぱいもらえてるよっていうことで、まあお好みでもちろんテールつけてもいいんですけども、今ねケースの中にテールしまい込んじゃってるんですけども、自分はまあこんな感じでテールなしのこのシルエット感で、重りとかはつけていないので、このリップでちょっとレンジコントロールをしてね、便利に使っているんですけども、なんでテールつけてないのっていうと、まあこれはまあもちろんなんですけども、ちょっと今のねタイミングで、例えばこの日ね釣れたルアーがね、これねフーってね、150ぐらいのサイズ感のね、ルアーね、このフーであるとか、この日ね一番数が釣れたのはねこちら、ダヴィンチの150、はい、こうね、はい、こういう感じでね並べると分かりやすいと思うんですけども、ちょうどねテールを取ると、今時期に自分がねすごい釣りやすくてバイトをもらえている150軍団にねブラッドスタイルも仲間入りしているのかなっていうことで、でこの150サイズ感にこのテールを外すことによって、まあ長さの感じを合わせて、であとはこうなんていうのかな、おのおのの得意な表層で流れが強い時にリップがないので、泳ぎ切ってくれるやつ、ちょっとリップはこう立っていて大きめでね、使うやつ、あとカラーの違いとかもありますね、でまあそんな中で、まあ、例えばこのブラッドスタイルもその仲間の中にいて、でこういう感じでね、本当その場でリップをつけたりね外したりして、瞬時にねコントロールしやすい。でちょっとボリューム感をもうちょっとね出したい時はテールなんかもつければすぐにね、もうちょっと上の存在感になるしっていうことで、まあそういう感じでここら辺の、まあ例えばダヴィンチなんかもね後ろに巨大なテールをつけてねボリューム感変えて釣りにかかったりとかありますし、このフーもねこのねリップは、確か外せるはずなんで、そういう感じでまあここら辺のよく魚が反応する、ね、釣れ線のね最新ルアー、そこの中でまあ一番上から見ると分かりやすいんですけど、まあ何だろう、一番こう体積があるというかボリューム感があるっていうか、そんな感じですね。ボリューム感はあるけど三連ジョイントだからぬるぬるぬるとした動きで、でちょっとリップでレンジを入れたいね、こう大きさは似てるけどその泳ぐレンジはねそれぞれみんな違うので、そこら辺でね、使い分けて釣っていってると、なんかまあビッグベイト、まあビッグベイトはビッグベイトだよな、まあミドルベイトとかそれぐらいになるのかな、非常にね具合よく釣れているので、まあこういうね自分の中でね、自信になる基準となるルアーを持っていて、そっから上
そこからさらにギラギラさせてみたいとかね、そこら辺でテーマに合わせて持っていくルアーのラインナップなんか増やしていったら楽しいんではないかななんていうふうに思います。はい、まあここら辺でね、遊んでいる最中ね、これで、ちょっと大物を狙ったりとかね、そういう感じの展開の時にね、今回も守備よくいい魚が釣れてくれたんで動画にまとめてみました。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、サニーブロスのこれブラッドスタイルですね、これの最近お気に入りの仕様で使ったところ、魚が反応してくれて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。